大久保よ子さんと友近さんですが芸人とは思えない色気を感じますよねこの2人のどちらかとホテルへ行ってちょめちょめできるならどちらを選びますか熟女好きにはたまらなない選択になりまますね。ま、ずは大久保佳代子さん芸人界ではいじられキャラとして確立されていますが何とも言えない色気がありますよね経験も豊富できっと熟女好きのあなたは5秒で焦点してしまうのではないでしょうか 大人の色気を持つ大久保さんに責められたら第二の息子さんも大喜び間違いなしですね。大久保佳代子さんよろしくお願いします。続いて友近さん。このムチムチの体は物好きのあなたからしたら鼻血ブーものですよね。上から下の隅々まで堪能したい気持ちはよくわかりました。きっとお餅のバナナが破裂するのにそう時間はかからなさそうです。この顔がが何と言っってても色気があって 熟女好きには喉から手が出るほど欲しいとなること間違いなしですね。友近さんもう一日ください。さて皆さんはこのお二人に誘われたらどちらを選びますか究極の選択になると思いますがコメントで教えてくださいね。女子の穴では今後日本の美女を取り上げ魅力を解説し視聴者に選択してもらう動画をお送りしていきます。 この動画が面白いと思った方や暇がつぶせるいいチャンネルだなと思った方はチャンネル登録と高評価をしていただけるとありがとうございます。